ざいます。今日も5万人目指して頑張っていきましょう。ふうです。よろしくお願いします。いやー、ついに、違う、本日はこちら、リアクションしていこうと思います。はい、来ました。グダグダやないか。これね、めちゃめちゃ楽しみにしてたんですよ。もう冒頭でその感じ出てたでしょ。コンサートでね、これ披露されて、僕はもうだいぶ来てます。踊ってるかわかりませんけども、やっぱあの北山さんならではのそのパフォーマンス、お顔だったり、そのちょっとした動きのパフォーマンス、もうそれだけでも楽しめますから、非常に楽しみでございます。はい、ということで早速見ていこうと思います。さあ、どんななんでしょうか。ちょっとね、ダーク系ですからね。おお、びっくりしたな、北山さんかと思ったわ。なんでしょうか、打天使的な。ちょ、急に来るのやめて。おっとっとっと、ダンサーいますね。踊るんですね、ちょっと待って、踊るんですね、マジか。うわ、やばい、めっちゃ嬉しい。コンサートでね、披露された時はダンサーいなかったんで、うわー、これやばい。これやばいわ。北山さん、次回はダンサーとしてよろしくお願いします。 G メールに連絡ください。絶対来ないと思うけど。これちょっとめっちゃ嬉しいな。ドア玉出てきたね、こういうあの天使的な北山さんかと思って、マジでびっくりしたわ。北山さんってさ、ほら、お顔綺麗じゃない。だから、わかんないのよ、こういう銅像的なさ。綺麗かったじゃん、今のも。ちょっと怖かったけど、綺麗かったじゃん。いやー、ちょっと楽しみです。いいよー、もう獣感が出てますね。おいー。俺には檻はいらねえと。行くな、行くなと。おー、いいですね。おわー、はいはいはい、ちちちち撮ってます。あの、最近分かってきました。北山さんは音があったら撮ります、山あったら登りますみたいな、音あったら撮ります。もうちっちゃい音でも撮ってきますね。あとやっぱり質感の表現の仕方がうまいというか、今のちちちとかもなんか肩とか、なんだろう、足とかで撮るんじゃなくて、この指先で撮る。そして北山さんの指が綺麗、爪はね、ちょっと黒蜜ということで、うん、いや、素晴らしい。やっぱそういう細部までね、もうしっかりとその北山さんマインドが詰め込まれております。あの動きもね、すごかったですね。最初バーンって出て、まあ、行くなどうどうみたいになった後ですよ。ちょっとこういう動きがあったと思うんですけど、その体からボンっていく感じ、これはね、もう何でしょう、ダンスを今までしっかりやってきた人のパフォーマンスというか、なんかこう玄人感がそこでもう出るというか、もう分かりますよ。もう私たちからしたらもう全然分かります。やっぱり片手間じゃないというかね。ちゃんとボディ使って、すごい頭も乱れてますね。おー、ちょっとラップでね、この感じなんだよね。すごい、ダンサーもキレキレでいいっすね。わーい、出ました、ニヤミツ出ましたね。北山さんのちょっとした笑顔、今気づくの遅かった。ちょっと歳だね。反応遅かったりはね。いやー、でも見逃さなかった、よかった。もちろんパフォーマンスもそうなんですけど、やっぱ佇まいというか、シルエットの作り方、いでたちって言えばいいのかな。素晴らしい、本当にもう北山さんって感じ。この髪の毛ね、ちょっとこうサイヤ人的なビースト感出てますよ。最近はね、あのドラゴンボールスーパーでね、孫悟飯がね、あのビーストっていう名前がつきましたけども、もうそれと多分被せてきてますね、これね。ちゃんと狙ってます、これ絶対違うね。で、あとちょっと私の空耳だったらごめんなさいなんですけど、歌詞にジョーカーって入ってた気がするんですけど、こういうところももしかしたら、やっぱこういう他の楽曲とのつながりも作られてるというか、やっぱなんでしょうね、知性をすごい感じますよね。そのビーストってね、結構ラップでね、うわだだだってこう熱量ある感じの、あと少しこう危機迫る感じといえばいいのかな、
あの気迫あふれる感じ、楽曲もね。なんだけどその奥にはそういう狙いがあったり姿勢があるっていうのが、なんかねこういうのもそのらしい、北山さんらしい、うん、本当にね練り込まれてる、めちゃめちゃ頭いい感じがもう伝わってくるというか、同性なんですけどやっぱりかっこいいってすごい思ってしまう。ビジュアルとかだけじゃなくて知性的な部分でもかっこいいし、やっぱりリスペクトしてしまうというか、リスペクトするというか、なんかしてしまう、なんか真似したくもなるし驚きもあるというか、ほんといつもねびっくりでございます。これジョーカーだよね多分ね。おーすごいビースト感。お、ステップでね、わー難しいステップきましたね。いやーここまでもすごかったんですけど、今のそのダンスのシーンが来る前はちょっとこうアクティングで引っ張ってきたっていうのもまた素敵な流れというか、でそこの後にしっかりしたステップ、ブレイクダンスのステップでインディアンステップっていうのがあるんですよ。スローでね今出てると思うんですけど、ここのステップ結構難しいんですよ。あとヒップホップとかで使われる際は速い、ものすごく速く使われます。こういうところでのその足さばきだったり、足だけじゃなくて状態を安定させるその体幹の強さだったり、いやそういうのね感じますね。非常にね難しいです。やっぱりね忙しくなればなるほど難しいです。でもそういった中でブレないかつ表情だったりそういうのもブレない、そもそもねなんて言えばいいんでしょうね、こうアーティストとしての軸もブレてないと思いますんで、素晴らしい。だからそういうところもね尊敬でございます。北山さんをプレゼンする人みたいになってないかなあのネット通販の人みたいになってない、大丈夫。ここの流れがね丁寧なんだよ、こう打ってるんすよね。いやすごい。この後からの早い、おい、めっちゃヒップホップだな振りが。おー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 、ちょっとちょっと、うわーかっこいい、素晴らしい。あの僕の頭の中の奥底ではゴートがちょっと流れましたね。ビーストがゴートに聞こえたちょっと映像のクオリティって言えばいいの、あれなアニメーション、いやすごいびっくりしました。少し骸骨っぽくなったり怖さもありつつ、こんなのあるって思わなかったんでびっくり。アニメーション入ってくるなんて誰が思いますか。でね、そのビーストあった後のこのノリですよ、表情、やっぱりその今までガンガン踊ってきてたのがすごく効いてるんですよね。そこのサビ頭でしっかり抜いてくるっていう、上がりきらない楽曲が多いんですよ。おそらくトレンド今そういう楽曲、まあ先ほども言ったねあのゴートもそうですけど、まあ、今回のこのビーストもサビだからバーンとかじゃなくてあえて落としてくるみたいな、なそういうトレンドもちゃんと抑えてる、どんどん開拓してますねもう、いやでも北山さんも挑戦されてると思います。こういうことはね今までやっぱやられてきてませんし、北山さんの中でもおそらく不安もあったと思うんですけど、やっぱそういうのをねこうどん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 払拭してこう前へ前へ進んでる感じ見受けられます。いや素晴らしい。うわいいね、うわやっぱね奇抜な振り持ってくるのね。あ鏡になってるんですね、わーなるほどなるほど、うわすごい。おお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 お、今回のビーストは結構心臓に来ますね。これちょっと皆さんうまいこと言ったんじゃない、俺コンサートでね心臓ドッコドッコしてましたでしょ、心臓に来ませんからね。いやーそのうちあれじゃないですか、コンサートで出てたあのヤギっていうんですか、羊なのかな、ちょっとわかんないですけど、あれも出てくるんじゃないですか。それ出てきたらさすがにゾッとするね
まあ、さっきちょっと落とし気味に入ったって言ったんですけど、後ろの音は割と壮大でね、この楽曲はその音の奥行きがすごいあるんですよ。それも僕はめちゃめちゃ好きで、なんか平たいカシャカシャした音楽じゃなくて、すごくこういろんな音が重なってるというか、めちゃめちゃ練り込まれて作られてて、でそこにやっぱ北山さんのそのラップとかが入ってくるっていうのがまたいい化学反応を起こしてるというかね。うん。そしてまあ動きで言うとね、もうこれですよ。ここで動き少なくしてくるかっていうね。あとその鏡でね、こう人の重さを表現したりとか、やっぱその中で段差が消えたりとかまた出てきたりっていう、その絵の変化もあるし、まあインパクトもありますしね。あとこれか、これね、残ってるんですよね僕の中でも。今本当初見で見てるんですけど、これかって今出てきましたでしょ。残ってるんですよ。だからそれがすごいもうただんーで通り過ぎないのがすごい。その全部一個一個インパクトに残してくる、これはもう北山さんマジックでございますね。 KM 出ましたね。前回はね KS 北山スマイル出ましたけど、今回は KM です。北山マジック出ちゃってます。いいよね、これも印象に残りますもんね。で踊るね。おー強い、表情もすごい。おー、ダンサーもアニメーション、これ CG なのかな、この手。おー、なんかめちゃめちゃヒップホップ感が増しましたけど、ちょっとスフィンクス的な感じにも見えましたけど、なるほどね、そっか、衣装チェンジもあるのか。うわー、北山さんお金かけてる、めちゃめちゃ予算ある。いやー、サビ後のねダンスすごいね。まあやっぱサビでね、ほんともうほぼこれだったんで、やっぱその後はがっつり踊ってくるかっていう、テクニックが炸裂、ヒットもバンバン打ってくるし、その初動の速さとか、やっぱそういうところのキレの出し方もお茶の子さいさいですよって、おそらくね北山さんからしたら。振りと振りの間の動きって言えばいいんですかね、その振りがない部分の即し方もものすごくうまいし、もう全部が正解で、ちょっとこう寄りでね手を出されたシーンがあったと思うんですけど、この綺麗さ、その後にこうちゃんとこういう狐かなみたいなそこまでやってないんだけど、すごいのよ。ちょっとピラピラしたりとか、ここの意識考えられない。なんかやっぱ爪痕残してくるというか、ただ単にやってるみたいなことが本当に一個もない。ただ手出すとかじゃ終わんないのよこの人。いや、いいのよ、終わってもいいんですよ。それでも北山さんは絶対に様になるんですよ。なんだけどやってるっていうのがかっこいいのよ。強い、もう全部ね打ってくんのよね。おー、衣装また、おー、すごいな展開。おー、ロロロロロロロ、すごい。うわー、宮光がやばいですね今回。ちょっといいっすか、北山さん私ね、北山さんとお仕事をさせていただいたって、他の番組じゃないわ、他の動画でも言ってますし、皆さんもご存知だと思うんですけど、こんなに踊ってんのは初めて見た。すごいぞ、めっちゃ踊ってる。振り数がめちゃめちゃ多いです。はい。あとすごい長時間踊られてます。僕の感想ですよこれ、上手くなってるもうあの頃よりくっそ上手くなってる。めっちゃびっくりしてます。なんだよ、なんだ、なんか、いや、その何のなんだっていうかっていうと、その僕が振り付けで関わらせていただいてた時も、こんなに踊らせたかったぞすごいじゃん、もうクソうまいじゃん、もう見入っちゃったもんだって、言葉出なかったよ。すごい、もう連打だったよ、もう休憩もない。バースをずっと取り続けてっていう、まあ、ちょっとこう最近系のスワック系の、なんでしょうね、その音の取り方というか、ずっと16で取り続けるリズムキープ大変なんですよこれ。なんですけど、その中で表情なんですよ、宮光が今回多い。いや、マジですごい。なんでそこに持ってけるのかっていうエナジーをね、踊りに引っ張られてないっていうのが本当にすごい。あとはそのフォーメーションチェンジもあったりするんですけど、そのダンサーさんとのクラッシュもないし、周りをそんなにもう気にしてないと
っていう。これもすごいよね。いやこれ北山さん相当練習しましたよ。この止めもね、こういうとこもずっと撮ってますでしょ。ほらもう長い、めっちゃここ首、わーすごい。メイクもね、かっこ、わオールバック初めて見ました、北山さんのオールバック。それでこうやったのか。うわー、ちょっとヘアメイクさんグッジョブ、これはすごい、かっこよ。うわ、でも展開もすごいですね。衣装変わったり戻ったり、黒にね、これめちゃめちゃ撮ってますね。さすがに衣装は CG では変えれませんから、そこまで踊ってで別の衣装でも踊って、それを多分何回戦かやってますからね。このボリュームを何回もやる、しんどすぎる。なのに笑ったりとか余裕感もありますし、北山さんの今までの楽曲見させてもらってリアクションもさせてもらってますけども、これ一番驚いてるかもしれない俺初期のその乱心からぜひ皆さんご覧ください。俺多分一番テンション上がってんじゃないかな今。うわこれすごい。でいやオールバックはねちょずるいっす。北山さんちょっと先輩なんですけど言わせてください。それずるい、それ上がるさ、誰だって上がるさ。でちょっと振りごといいですか、ちょいちょい言ってますけど、やっぱこういうとこの体もそうだし首もちゃんと全身使われてますし、あの後半の方でなんかこうちょっと横に伸びるみたいな振りがあったと思うんですけど、そういうところもその手だけじゃなくてちゃんとボディがしっかり稼働してる、そういうところのそのベース力の高さっていうのはめちゃめちゃ垣間見えるというか、なんだろう、ダンサーと何も変わらないその技術を持ってるというか、テクニックもあるし、それを十二分に発揮されてる。テクニックはね、習得する分にはそこまで、まあもちろん練習は必要なんですけど難しくない、なんだけどそれを実際にいろんな動きの中で使うってことが結構難しいんですよ。いろんな動きに適応させるっていうのが非常に難しくて、それができてるっていうのがその北山さんのベテラン感を感じる一個の要素だと思うんですけど、すごすぎます。いやそりゃ逆らえないよ北山さん。いやまたねこういうとこベース、おはははすごいな、どんな振り付けですかこれ、すごっ。いや、うまいなぁ。おぉ。うわぁ、消えちゃった。魂を持ってかれましたね。乱心しました、私。乱心よりも乱心されております、こちら。これを、まあ、今までの動画でも言ってますけど、おそらくね、振り付けも、この映像も、北山さんが絶対関わってる。いやーまあそれこそ歌詞とかもすごい、そう考えるとやっぱその才能のエグさを感じますよね。クリエイティブにたけすぎ、北山博光じゃない、クリエイティブたけすぎ。この振りが面白いんですけど、あの一番最初にこうなんかちょっとこう前傾で壁に描いてたみたいなのも面白いし、その後のちょっとこうヤンキー座りみたいなあの辺のシルエットの作り方もすごいし、こうストーンって下がるね北山さんのその膝の柔らかさだったり身体能力の高さ、ブレないし、いやこれまたねちょっと踊ってみましょうか、やってみましょうかね、できるかな、この狂気さが出せればいいですけど、その際は私もねオールバックで臨ませていただくこと、嘘です